こんにちは、 YouTube 都市館のアッキーです。それでは今回はアスリート医師が教える最強のアンチエイジング食事術51、運動術26について解説していきます。あなたはアンチエイジングにどんなイメージがありますか？アンチエイジングは外見の若返りだけではないです。体の内側を美しくすることの立派なアンチエイジングです。体の内側からのアンチエイジングは医学的には予防医学と言われます。そして体の内側からのアンチエイジングこそが最強のアンチエイジングです。ではどうしたら体の内側が美しくなるのか、そのポイントは2つです。正しい食事と正しい運動をすることです。本当の美しさ、本当に若い人っていうのは外見からだけでは作れないです。今日から体の内側からの美しさに注目してください。この動画では最強のアンチエイジング法を10個解説します。老けたくない方、若返りたい方、若く見られたい方、美しい肌になりたい方はぜひ最後までご覧ください。勉強になったという人はグッドボタンやコメントももらえると嬉しいです。1個目、痩せて綺麗になる人と老ける人の違い。もしあなたが痩せたいのであれば、運動よりも食事に気を使ってください。食事をしっかりとコントロールしないと運動しても痩せないです。重要な割合としては運動が2、食事8くらいの感覚でやってください。最近は糖質カットだったり糖質オフのダイエットが流行っています。もちろん糖質は気にした方がいいです。しかし完全に糖質をゼロにする極端な方法はやめてください。すべてカットしてしまうと栄養が足りないです。体がガリガリになってしまいます。糖質は適度に摂ることが大切です。では適度とはどれくらいなのか。まずは精製された砂糖である白砂糖をカットしてください。白砂糖を普段の生活からなくしても何一つ悪影響はないです。むしろ精製されたものを排除することは体にとっていいことばかりです。白米から玄米に切り替えてください。糖質に注目して細かく考えていくならフルーツにも注意してください。綺麗な肌を保ちながら美しく痩せたいのであれば、ビタミンが豊富で糖質量が少ないフルーツや野菜を摂ってください。ランチではタンパク質をメインにしてください。夜ご飯は極力糖質を控えたメニューにしてください。2個目、ダイエットに向かない飲み物。一番気をつけてほしいことがあります。それが普段あなたが飲んでいる飲み物です。世の中には砂糖入りのカフェラテだったりスポーツドリンクがあります。今日から砂糖入りのカフェラテを飲まないでください。できるだけ控えてください。スポーツドリンクも控えてください。エナジードリンクもやめてください。またカロリーゼロの飲料も飲まないでください。カロリーゼロの飲料には人工甘味料が使われています。人工甘味料は体内に入ると細胞の代謝を悪くして様々な病気につながります。人工甘味料入りのカロリーゼロの飲み物を飲むくらいだったら通常の砂糖入りの商品を選択した方が体にいいです。今日から飲み物は水にしてください。若返る人っていうのは水をたくさん飲んでいます。3個目、ダイエットに効く2つの油。ダイエット中は油を控えた方がいいのか、そんなことはないです。油には2つあります。ダイエットに有効な油と太りやすい油です。いい油は2つあります。まず1つ目はアマニ油やエゴマ油などのオメガ3系の油です。オメガ3は肥満の防止になります。糖尿病の予防効果もあります。また体内の炎症を抑えたり腸内免疫を改善させる働きもあります。また血液をサラサラにするため高血圧やアルツハイマーの予防にもなります。そしてもう一つの油がココナッツオイルです。ココナッツオイルは脂肪を燃やす効果があります。また太りやすい油はオメガ6系とトランス脂肪酸のコーン油や大豆油などです。これらの油を日本人は摂りすぎています。これらを摂りすぎると肥満になりやすいです。太りやすいです。健康被害も多いです。まとめると、あなたが積極的に摂る油はアマニ油、エゴマ油、ココナッツオイルです。これらは今すぐにでも摂った方がいいです。周りの人にも教えてあげてください。みんなで健康になりましょう。
一方、控えた方がいい油はコーン油、大豆油、ごま油、マーガリン、ショートニングです。4個目、ダイエット効果のある食べ物との付き合い方。よくテレビや雑誌などでダイエットには〇〇が効果的、そう取り上げられます。例えばリンゴを食べ続けると痩せるとか、納豆やキムチなどの発酵食品が腸内環境を整えるとか、豆腐はダイエットの味方って言われます。ではなぜそれらがダイエットにいいのか、どれくらいの量が適量なのか、どのタイミングで摂るべきなのか、これを理解せずにたくさん食べるのだけはやめてください。ダイエットの効果が仮にあったとしても毎日摂り続けるのは危険です。同じものを毎日食べ続けることはメリットよりもデメリットの方が大きいと思ってください。ダイエットにいいという食べ物を毎日食べるのではなくて、ローテーションで食べるようにしてください。食事も運動もバランスが大事です。そしてローテーションに入れた方がいいものは食物繊維が豊富な野菜です。例えばレタス、キャベツ、ほうれん草、ケールなどが良いです。できれば栄養価の高い旬のものを選んでください。5個目、食事法、ダイエット法の見極め方。いろんなダイエット方法があります。例えば糖質制限、パレオ食事法、ビーガン食などたくさんの方法があります。ではこれらは正しいのか間違っているのか、その視点ではなくて自分に合うのか合わないのか、これを理解してください。ではどうやって自分に合っているのか、合っていないのかを見極めればいいのか、一番わかりやすい方法があります。それはあなたの便の状態をよく観察することです。便秘や下痢などの症状が出た場合は、明らかに消化や吸収がうまくいっていないです。その食事法、ダイエット法を今すぐにやめてください。6個目、運動の頻度についてです。運動はできれば週に2回から3回してください。有酸素運動を週に1、2回を30分、筋トレを週に1、2回を30分など組み合わせて行うのがおすすめです。そして運動のタイミングは食事をとる前がいいです。運動で重要なことはそれぞれの運動がどのように効くのかをしっかりと理解することです。有酸素運動はカロリーの消費、むくみの軽減、デトックス効果があります。ただし有酸素運動だけでは筋肉がつかないです。そのため筋トレと組み合わせてください。運動後はしっかりとストレッチをしたり、メンテナンスとしてヨガを取り入れてみてください。また有酸素運動で最も手軽なのがランニングやウォーキングです。ぜひ今日からやってみてください。7個目、太りやすい食べ物3つ。1つ目、肥満を防ぐためにまずは糖質を控えた食事をしてください。白米、ラーメン、パン、パスタ、うどん、これらをできるだけ控えてください。2つ目は焦げているものを控えてください。揚げ物とかは控えることです。こんがりと焼き色がついている食べ物には AGE が大量に発生しています。老ける原因にもなります。揚げ物は特に危険です。理想はこの順番で食べてください。生で食べる、蒸して食べる、煮て食べる、焼いて食べる、揚げて食べるです。できるだけ生か煮る、または蒸す調理法がいいです。唐揚げよりは焼き鳥がいいです。焼き鳥よりはしゃぶしゃぶの方がいいです。魚であれば刺身で食べるのが一番いいです。8個目、老化対策について。老けたくない人は紫外線対策を徹底してください。毎日日焼け止めのクリームを絶対に塗ってください。そして内側からの対策として飲む日焼け止めも飲んでください。また飲む日焼け止めだけでなくビタミン C も取ってください。ビタミン C には抗酸化作用や疲労回復や美肌効果があります。ビタミン C は食べ物から取ることもできますけど、毎日コツコツ取るならサプリメントがおすすめです。タイミングとしては寝る前がいいです。9個目、正しいプロテインの摂り方。日本人はタンパク質が足りていないです。厚生労働省の発表によると、18歳以上の男性は1日 60g、 女性は1日 50g のタンパク質を摂るべきです。そして運動している人はより多くのタンパク質を摂ってください。食事から摂れない人はプロテインで補ってください。プロテインはたくさんの種類があります。有名なのがホエイ、
カゼイン、ソイなどです。週に1回から2回運動をした日だけ飲む人はソイのプロテインがおすすめです。ただし頻繁に摂るのであればソイ1種類ではなくていくつかの種類をローテーションで飲んでください。プロテインが分解されると最終的にアミノ酸になります。そのためプロテインではなく最初からアミノ酸のサプリメントを摂っても OK です。10個目、控えるべき食べ物7個。1個目は砂糖です。砂糖は子供も大人も全ての人が控えるべきです。砂糖は体の害になる理由の一つです。また依存性も強いです。控えるべき食べ物2個目は小麦です。うどん、カレー、パスタ、パン、ラーメンに小麦はたくさん含まれています。できるだけ控えるようにしてください。控えるべき食べ物3個目は乳製品です。牛乳に含まれる乳糖は体内で分解しにくいです。できるだけ控えてほしいと思います。控えるべき食べ物の4個目はアルコールです。僕たちが飲んだアルコールは大部分が肝臓で処理されます。アルコール代謝の過程ではカリウム、葉酸、ビタミンや酵素などが体内で使われてしまいます。もしアルコールを飲まなければその代謝で使う分の栄養を運動とか仕事で使うことができます。控えるべき食べ物の5個目がカフェインです。コーヒーだけでなく紅茶や緑茶にもカフェインは入っています。飲む量とかタイミングには十分注意してください。控えるべき食べ物の6個目は加工食品です。加工食品には様々な問題点があります。控えるのではなくてできるだけやめてください。食品が腐らないようにする保存料、美味しそうな香りをつける香料、甘みをつける甘味料、色を調整する着色料、これらってのは体に良くないです。これらの添加物は体内でスムーズに代謝されないです。腸内環境も悪くなってしまいます。まずは普段から食べているインスタント食品とかをやめてください。レトルト食品もやめてください。スナック菓子や甘いジュースも控えてください。控えるべき食べ物の7個目が大きな魚です。魚には2つあります。控えた方がいい魚と積極的に取った方がいい魚です。控えてほしい魚は大きな魚です。マグロ、カジキ、キンメダイ、サメ、クジラなどです。理由はシンプルです。大きい魚は食物連鎖によって水銀を多く含んでいるからです。水銀は体に良くないです。水銀は体に蓄積されると細胞の代謝が落ちます。もちろんこれらの魚を一切食べてはいけないわけではないです。食べ過ぎには必ず注意してください。それではまとめいきます。1個目、痩せて綺麗になる人と老ける人の違い。もしあなたが痩せたいのであれば運動よりも食事に気を使ってください。食事をコントロールしないといくら筋トレしてもいくら運動してもあなたは絶対に痩せないです。運動してるのに痩せてない人っていませんか？その人は食生活がダメです。食生活をしっかりとしてください。まずは精製された砂糖を控えるとこからやってください。もう一つやるとしたらフルーツに注意してください。糖質を控える、フルーツに注意すれば必ずどんどん痩せていきます。2個目、ダイエットに向かない飲み物。今日から飲み物は水にしてください。スポーツドリンク、砂糖入りのカフェラテ、エナジードリンクなどはやめてください。人工甘味料が入っているカロリーゼロの飲料もやめてください。本当に体に悪いです。できるだけお茶または水にしてください。3個目、ダイエットに効く2つの油。1つ目はアマニ油、エゴマ油などのオメガ3系の油です。もう1つはココナッツオイルです。一方、太りやすい油、体に悪い油はコーン油、大豆油、ごま油、マーガリン、ショートニングです。これらできるだけ控えてください。日本人は摂りすぎています。4個目、ダイエット効果のある食べ物との付き合い方。ダイエットには〇〇がいい、そう本とか雑誌とかテレビでは言われます。あなたに注意してほしいのは理解せずにそれらを毎日摂り続けることです。何だってバランスが大事です。いくら体に良くても毎日食べてたら体には良くないです。ローテーションで食べることを意識してください。5個目、ダイエット法の見極め方。正しいのか間違っているのか、その視点ではないです。あなたに合うのか合わないのか、これを理解してください。一番わかりやすいのが便の状態をよく観察することです。あるダイエット
イエット法をして便秘とか下痢になるのであればすぐにやめてください。あなたに合っていないからです。6個目、運動の頻度についてです。運動はできれば週に 2,3 回してください。有酸素運動を1回から2回を30分、筋トレを週に1回から2回を30分、組み合わせて行うのがおすすめです。運動するタイミングは食事をとる前がいいです。7個目、太りやすい食べ物3つ。1つ目は糖質です。白米、ラーメン、パスタ、うどんを控えてください。2つ目は焦げているものを控えてください。理想の順番はこれです。生で食べること、煮て食べること、蒸して食べることです。焼き物だったりとか揚げるのは注意してほしいと思います。魚であれば刺身、お肉を食べるのであればしゃぶしゃぶが一番いいです。3つ目は血糖値をコントロールすることです。血糖値をコントロールするには GI 値が低いものを選んでください。白米よりも玄米がいいです。うどんよりもそばの方が GI 値が低いです。8個目は老化対策についてです。老けたくない人は毎日日焼け止めを必ず塗ってください。日焼け止めを塗るだけでなく飲む日焼け止めも飲んでください。追加で飲んでいただきたいのはビタミン C のサプリメントをしっかりと飲むことです。9個目、正しいプロテインの摂り方。週に 1,2 回だけの人はソイのプロテインがおすすめです。頻繁に摂っている人はソイ1種類ではなくいくつかの種類をローテーションで飲んでください。10個目、控えるべき食べ物7個。1個目は砂糖です。砂糖はできるだけ控えてください。2個目は小麦です。うどん、カレー、パスタ、パン、ラーメン、これらに小麦は含まれています。できるだけ控えてください。3個目は乳製品です。牛乳に含まれる乳糖は体内で分解しにくいです。4個目はアルコールです。お酒の飲みすぎには注意してください。5個目はカフェインです。コーヒーも飲みすぎないでください。飲む量、タイミングには十分注意してください。6個目は加工食品です。保存料、香料、甘味料、着色料、これらは体内でスムーズに代謝されないです。できるだけ加工食品も控えてください。7個目は大きな魚を控えることです。体にいい魚と体にあまり良くない魚があります。わかりやすいのが大きい魚っていうのは食物連鎖によって水銀を多く含んでいます。食べ過ぎには注意してほしいと思います。解説は以上です。最強のアンチエイジングとは体の内側から美しくなることです。ポイントは2つ伝えました。正しい食事と正しい運動をすることです。そして実はもう1つ大切なことがあります。それは何か、あなたの心が満たされているかどうかです。心が満たされている人は外見も若くなります。体もどんどん若返っていきます。自己啓発書もぜひ読んでください。自分に自信を持つ、自己肯定感を上げることでどんどん若返っていきます。今日伝えたことでできることがたくさんあったはずです。自分と向き合いながら行動してみてください。今回の解説が勉強になった。もっと知りたいと思った人はいいねやコメントをください。本日もご覧いただきありがとうございます。ぜひ次の動画でお会いしましょう。チャンネル登録、評価ボタンクリックいただければ励みになりますので、ぜひよろしくお願いします。